らっしゃい。これ出張の土産。もしかして出張帰りに寄ってくださったんですか？1週間も来れなかったからもうここの味が恋しくて恋しくて。嬉しいこと言ってくれるね。今日はサービスするよ。ここは居酒屋柳で先月開店した初日に偶然訪れた際、料理の味はもちろんサービスや接客の行き届いている居心地の良さから通い詰めるようになった。そうだ、今度忘年会があるんだけどこの店使わせてもらっていいかい？もちろん、ありがたいよ。テツさん本当にいつもありがとうございます。俺はこの店のファンで常連だからね。独り身で寂しい俺にとってこの店は実家のような存在だった。5年後なんだこりゃ。みんなテレビ見てきたのかな。テレビでやってた限定メニューまだ残ってるかな。限定メニュー、一体何の話だ。そんな話聞いてないぞ。いらっしゃいませ。あ、テツさん。おいママ、この店どうなってるんだ。知らない間に。すみません、割り込みやめてもらえます？え？この人がいきなり割り込んできて。あんたどうせテレビ見てきた新規でしょ。俺はこの店のオープン当初から利用してたんだぞ。なんなのこのさん。申し訳ございません。テツさん並び直してください。俺をないがしろにするなんて。まあ店としては新規客の獲得も大事だよな。常連の俺も一丁協力してやるか。この店はオープン当時潰れそうなほど客がいなくてさ、まあ俺が通い続けて育ててやったから今でも続いてるけどね。あんた見ない顔だね。テレビでやってたので来ました。この店に通うなら俺やゲンさんたち常連の顔を覚えといた方がいいぞ。俺からゲンさんを紹介してやるから連絡先を。いやもう帰るので。なんだよ。おはようございます。お、また新企画だな。お姉ちゃんこっち空いてるよ。あ、私はバイトで。そうなんだ。じゃあまだわからないことばっかでしょ。この店のことなら常連の俺に何でも聞いてくれ。別に店長に聞くので大丈夫です。この頃から少しずつ店に居心地の悪さを感じるようになっていった。だから学生のくせに飲み屋なんかでバイトをするな。もっと真面目な仕事をしなさい。テツさん飲みすぎよ。ああ、はい。ママも5年前は美人だったのにもう30代か。おいおい、ママは昔も今も美人だぞ。ゲンさん。テツさん老眼進んでるんじゃないか。大将なんかつまみ出して。はいよ。それじゃあテツさんの好きなやつ。大将さ、もっと他にないの？常連だけに出す特別メニューとか。いい加減常連向けの裏メニューを作れよ。そうだ、俺が考えてやる。テツさん悪いけどメニューを変える予定はなくて。俺は常連の不満を代表して言ってんの。ゲンさんだって本当は言いたいこと我慢してくれんだぞ。何の話？今日はもう帰るよ。ありがとうございました。ちょっとテレビに出たからって新規にこびてお高く泊まりやがって。前みたいにアットホームで居心地のいい店に俺が戻してやる。翌日、今日のお題はゲンさんにつけといて。そのような対応はできません。俺たちはお互い常連で仲がいいことぐらい分かってるだろ。いつからここはそんな融通の利かない店になったんだ。ちょっと店がでかくなってきたからって調子乗ってるんじゃないか。さらに翌日、お会計1840円になります。ちょっと待って、テツさん他にも飲んでたよね。ちょっとテツさん、勝手に取っちゃダメだよ。忙しそうだから手間を省いてやってんの。この分支払ってないよね。ああ、今日は手持ちないからゲンさんにつけといて。おお、入ったな。テツさんには次回請求するので気にしないでください。断りましたけど前にもテツさん、ゲンさんがいない時に自分の支払いをゲンさんにつけようとしたことがあって。そんなことが。断ってくれてありがとう。しかしテツさんには困ったな。店には悪いけどしばらくは来るのを遠慮させてもらうよ。最近常連さんが来なくなってるのテツさんのせいですよね。出禁にした方がいいんじゃないですか？そうね。でもテツさんも大事なお客様の一人であることに変わりないからな。もしも次に何かあったら出禁にしよう。数日後、いらっしゃいませ。ご注文は以上でよろしいでしょうか？テイクアウトでお待ちのお客様。ゲンさんも他の常連も最近来ねえな。あのバイトも風邪で休んでるし。私は風邪のバイト。くしに注文したいんだけどな。忙しそうだし後でいいよ。お、俺が持ってきてやるよ。もつ煮なんてどうせ作り置きしてるし常連の俺にも任せな。お、あったあった。確かこの小鉢に入れて、そうだ、一応味見ましょっか。ちょっとテツさん、勝手に厨房に入らないでください。うわー、あんた、うんうん、やっぱりここのもつ煮は味がいいね。おじい、こんなのいりませんよ。もう帰ります。申し訳ありません、申し訳ありません。テツさん、いい加減にしてください。直接口をつけたものをお客様にお出しするなんて、あ、新規はダメだね。普通ならこれくらいなんてことないよ。もつ煮代は弁償していただきます。もう分かった。何回注意しても勝手なことばかりして、何なんだあんたは。忙しそうだから手伝ってやろうと。勝手に厨房に入るような客は迷惑だ。できんだできん。はあ、こんなに店のことを大事に思ってる常連に対して、なんだその口の利き方は。こんな店こっちから願い下げだよ。皆さんお騒がせして申し訳ありません。お詫びに一品料理をサービスさせてください。大将さんの判断は間違ってないですよ。そうだそうだ、テツさんが出禁になったことをゲンさんたち常連にも教えてやろう。その後、なんだよこれ、俺がメニュー監修してやろうか。何で俺はあの人気店柳亭がオープンした頃からの常連。あの店は俺が育てたようなもの。っていうか、あの店のメニューはほぼ全て俺が考案し監修したものだから。結構です、迷惑なのでもう当店には来ないでください。くっそ、またできんかよ。あれから新しく行きつけの店を開拓しようとしたが、俺にふさわしい店はなかなか見つからなかった。おいっすー、空いてるとこ適当にしちゃってください。そういえば大将、この間釣りに行った時のあれね、あれは良かったね。私も写真見ましたよ、すごかった。あの場所に帰りたい。お電話ありがとうございます。柳亭です。あのテツですけど、何かご用でしょうか。謝罪したいのですが。わかりました。そういうことでしたら店へお越しください。はい。なんだ、やっぱり向こうも俺と和解したかったんだ。俺みたいな常連がいないと寂しいもんな。大将ウェー、いい加減機嫌治った。あ、ママ、これ土産ね。わあ、お土産。ありがとう。再会じゃないんだと。あれ、ノリ悪いな。お、あ、ゲンさん、あ、ゲンさん、聞こえないのか。テツさん、結局何が悪かったのかは分かってもらえなかったんですね。ああ、お前らこそなんだその態度は。どれだけ俺の世話になったか覚えてねえのか。あ、これはあ、まあ常連のよしみってやつでなかったことに。はい、店に危害を加えられました。おまわりさん、急いで来てください。そんな、大将に警察を呼ばれてしまい、店の看板を弁償すること、今度こそ永久に出禁となることが決まった。数ヶ月後ついに完成したぞ。これぞ柳亭のもつ煮の味。美味しい料理の味を再現しても満たされないことは分かっていた。だって俺が大切だったものはもう二度と手に入らないのだから。